ウェズリー・オートリー・ウェスリー・オートリーは、ニューヨーク市の建設作業員、アメリカ海軍退役軍人。ニューヨーク地下鉄で発作のために、線路上に落ちた、キャメロン・ホロペターの命を、自らの危険を顧みず、救ったことにより、その名が、世界的に知られるようになった。2007年1月2日、オートリーは2人の娘とマンハッタンの137丁目。 シティカレッジ駅で電車を待っていたところ、午後12時45分キャメロン、ホロペターが発作を起こし、後ろ向きに線路へ転落したのを発見。オートリーは地下鉄のライトが近づいてくるのを見る。女性がオートリーの娘を線路際から引き下げ、オートリーは線路に飛び降りた。彼は線路以外の空間へ救出を行おうと思っていたが、十分な空間がないのを発見。 ホロペターの上にかぶさり、電車をやり過ごした。運転手は気づきブレーキをかけたが、ご車両は彼らの上を通過、地面から電車までが21インチ、彼らの寝た状態の高さは20.5インチであった。オートリーのニットキャップには電車のグリースがついていた。特別なことをやったわけではなく、助けを必要としている人に手を貸しただけ、自分が正しいと感じたことを行った。 ニューヨークタイムズ。翌1月3日までに見知らぬ他人から多数の贈呈品、賞賛の電話を受け、ニューヨークフィルムアカデミー学長、ジェリー・シャーロックより5000ドル、ドナルド・トランプより1万ドルの贈与を受けた。また、全国版の朝の番組や、デイビッド・レターマン、エレン・デ・ジェネレス、チャーリー・ローズなどの番組にゲストとして招かれた。さらに2007年1月4日、 ニューヨーク市長、マイケル・ブルームバーグは、同市民に最高の勲章、ブロンズメダリオンを贈呈した。ありがとうございます。